画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあ、今回やっていきますのは、こちら。アルティメイトエピックバトルシミュレーターというわけで、戦争シミュレーターだね。戦争をバーンやらせて、で、こう、それを眺める、神の視点からそれを眺めることができるといった、まあ、一風変わったゲームなわけですよ。早速、スタートゲームとやってみましょう。で、こちらね、実はカスタマイズとかもいろいろできるんだね。例えば、もちろんね、私作ったんだけども、柏木ベルクラ、ロード。これが私です。柏木ベルクラね。で、そいつのこうヘルスとかダメージとかアタックスピードとかね、いろいろ作れて、まあ、それをね、いろんなキャラに変更することができる。これ強そうだな。こいつは強えな、ワイルドマンだったら。で、こういう風にね、動物にもなれるんです。で、まあ、いろいろここら辺をね、カスタマイズできるっていうのはね、まあ、あると思うんだけども、戻りましょう。で、ここでこういうフィールドを使って配置してで戦わせると、ちょっとまあいろいろやってるんで、ちょっとこちら一回、なしにしていきますね。で、これでね、私 US アーミーなわけ。ここ実験的にやってみようか。で、一体どんなゲームなのかっていうのをやはり見せないといけないからね。じゃあここにですね、別の兵士を置いたとします、中世騎士、中世騎士対私みたいな、中世騎士を何人配置するかとかできるわけです。1対1とかも可能。これね、紫のやつが中世騎士、これをね、こうこっち向かせるわけですよ。こんな感じで、ね、で、私をこう相対するという感じです。これでスタートとすれば、もうそれ勝手にバトルしてくれるんですよ。で、これ見てください。これ1万、3万人ぐらいいんのかな ?3 万 vs 3万ぐらい。ただね、これ PC の性能に依存するんで、数を増やせば増やすほど、もう負荷がやばいんですよ。で、その負荷の上限とかをね、いろいろ測ってたんで、あれ?どこにいるの?あ、いた、ほら!一騎打ち!US、US Army Belcra vs Knight。いきます。で、左がキルログみたいな感じなんだけどね。はい、スタートしました。お、そのわけで私が勝ちます。そりゃそうです。たとえ向こうが甲冑を着てるで着てたとしても、これはね、やっぱりこの現代の武器っていうのが勝つわけですよでもなんかすごい喋ってますけど、私でもね、だったらちょっと中世の騎士には古いすぎるんじゃないか、ベルクラ卑怯すぎるんじゃないかと。だったらこれをじゃあ100人にしてしまおうじゃないかと。100人にしてスタートに積むわけですよ。すると、もう一瞬にしてこのナイトがね、100人になってるわけです。見てみましょう。さあ、この辺に出現するはずだ。ナイト100人と兵士が来たー。これは、ちょっとやりすぎたかな。スタート、ほらほら、いけ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 、頑張れベルクラ、頑張れベルクラ、頑張れベルクラ、大丈夫大丈夫、いけるいけるいける、持つ持つ、一人一回、ダメーダメーこれそんな感じでこれどんどん増やしていって、一体誰がどんな感じで勝つのかって、ただ眺めるだけなんですよ。で、ここにナイトちょっと強すぎるから、私の味方みたいなのをちょっと作ろうじゃないかとね。例えばここで、こう US ソルジャーが他にいっぱいいてもいいわけです。チーム1にしてね、チーム1にして、この人たちに対抗できる100人の私の傭兵を配置すると。例えばこう私を守るかのようにね、守るかのようにこういう風に配置すると。そしたらきっと私は生き残れるんじゃないかと思います。さあ、やってみましょう。で、こういうふうにチーム分けすることで、もう三つどもえ戦、四つどもえ戦、もう十どもえ戦みたいな、そういうことができる。10個は無理かな。こんな感じだ。中世のヨーロッパ、中世ヨーロッパの騎士 VS、ベルクラ、兵士団。さあ、スタートだ。
おいいね、いいね。いや、これいけてるね。さすが100人の兵士。何人か倒れ始めてる。頑張れ、ベルクラ。ベルクラの兵士たちよ。子供たちよ。いける、いける、いける。ああ、いや、意外とサイドに流れ始めたな。騎士が。待てよ。これさ、拮抗してるか、もしかしたら。で、キルログを見ると、今のその、どのぐらい、キルしてるのかって見れるんだけど、ちょっとここはね、神の目線で、見定めてみましょう。あ、いけてるな、これ。いけてる、いけてる。やりました、勝利しました。やはり我々屈強な兵士たちが、勝利するということです。めっちゃ喋ってるな、あいつら。こんな感じでね、どんどん増やしていってみましょうか。例えばね、さらにこれに三つどもえ戦をやるという感じで、誰が生き残るかちょっとやりたいよね。例えばね、ここにゾンビ250体、250、まあ、ゾンビだったら足遅いから500体ぐらいでもいいんじゃないかなっていう気がするね。ゾンビ500体を入れてみましょう。ここに投入だ。さあ、これゾンビはまた第三勢力になるんでね、いきますよ。ゾンビ500vs 騎士250人、そして、普通の私たちの兵士も250人なのかな。あれもうちょっと多かったっけ、騎士は。どれどれ、来た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 、100人でしたね。うん、ヘビーナイト、さあ行くぞ、スタートだ。ゾンビがね、ゾンビがどうなってるのか見てみましょうか。こういう感じです。左手からゾンビが迫ってるので、兵士 もう頑張らなきゃいけない。私を守るために、ちょっと待って待って待って私を守るために頑張るんだ。ちなみに自分で操作することもできます。後でやってみようか。あ、やばいな、やばいな、私死ぬな、死んだな、死んだな私。いや、まずいなこれ。いや、やばい、 US アーミーソルジャーが、さあ、ゾンビ VS ヘビーナイトのいう構図になりました。さすがにあれか、ゾンビ、強えな、ゾンビ。え？え、ゾンビ強えな。舐めてた。やっぱ、ウォーキングデッドでも舐めちゃいけなかったんだよね。あ、やばい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 、もう、囲まれる、囲まれる。騎士たちがゾンビに囲まれるぞ、これは。あー、ゾンビの勝利。だってさ、ゾンビ、488体も残ってますよ。え、どんだけ強いの、ゾンビ。ゾンビ500体がやばいな。で、そういう時はね、そういう時はもうこうだったら中世の騎士と、中世の騎士と我々こう協力しちゃったらいいんじゃないかなと思うんだね。でチーム1にして、で協力したらこれ勝てるんじゃないっていう、そういう感じするよね。うん、やっぱ昨日の敵は今日の友というから、だからこれで手と手を取り合って勝利を収め、このゾンビが溢れ返ったアポカリス的な世界を平和にしようじゃないかと。さあ、行った。ほら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 。協力しちゃってますね。左手から我々。で、一体倒すのに結構時間かかってるもんね、これ。まずい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 。うわ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 。怖い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 。で、こっちの方は？あ、いけてるいけてる。意外と協力しちゃったら拮抗してんじゃないか、これ。あのさ、この配置で銃撃ちまくったら、ちょっと、鼓膜破れるし、ああどんどん倒されてる。フレンドリーファイヤーしかねないよね。やばいな。協力しちゃっても、無理かもしれんな、これ、ゾンビ倒すの。ちなみにこれ、早送りができて、プレス P2 トグルだから P で早くすることができます。だってね、そしたら2倍速で動いてくれます。しかしこれ、ゾンビがまだ340体いるのに、もう騎士が16人、精鋭が15人、12人ともうどんどん減ってます。まずい、無理やこれ、ゾンビ強すぎる。ゾンビ強すぎるぞこれ。あらー、どうしたもんかな、これ。
ゾンビか。ゾンビ、これ250体ってほんと強いんだね。うん。だったらね、仲間を作りましょうよ。いや、ちょっと待てよ。ゾンビ、もうこうなったらさ、我々兵士を増やせばいいんじゃないか。ベルクラ兵士を。500。500兵士にすると。三つどもえ戦。で、これさらに、兵士。兵士、こう動かないようにしてたんだけども、私ね。あ、私は動かないに、ね、この前の兵士は動いていいっていう、これアタックとかね、ホールドポジションっていうのはそういうことなんですよ。で、私は、このさらに後ろに行くと。うん、で、騎士が前に出ると。で、こう、前線はここの人たちで張って、後ろは遠距離武器で戦うと。これだったらいけんじゃない？だってもう、US ソルジャーとゾンビの数一緒ですからね。うん。もうこんなアポカリプス的な世界観に銃ってすごい似合ってるけども、あの全部ヘッドショットすればゾンビ大丈夫から、いいね、壮観だね、これね、これですよ、サイゲすげえすげえ、いや騎士に当たってんじゃないか、大丈夫かこれ完全に騎士当たってんじゃないか、頑張れ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 、うわ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 、はい、これいいな、これいいな。この布陣。ほら、倒してるもんね、これ。ここで、ほら。こんな感じでね。ああ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これいいね。で、これどんどんゾンビの数を増やしてどこまで行くのか。私のグラフィックメモリーだと、10万人とかやるともうやばい。だから今チャンネル登録していただいてるこの34万人、私のチャンネル登録者のところですが34万人なんだけども、そう、34万を出すとあの PC が死ぬグラボをね、あのタイタン X の SLI とかにしないと多分無理だと思う、うん、おないとでもやばいな、ほんと私ビビリプレイだよねこれね、これだもん。味方のケツ見ながらね。うわぁ、すげぇな、これ、ほら。まるでミサイルやで、これ。ほう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 。で、行ってる。ほら、もう大丈夫っぽい。さすが500人もいれば、大丈夫ですね。オッケー。ベルクラチームの勝ちだということになりました。騎士も全員死ななかったもんね。こんな感じ。でこういうね、地の利を生かして今度は配置するっていうのもね、できますね。例えばね、ここ城の中なんですよ。こう城の中に私をこう入れるでしょ。こんな感じね。で、さらにここに重歩兵、ソルジャーね。で、ナイト。で、ゾンビはね、この数ではもう一掃できてたんで、ああ、そうだ。この重歩兵は前に出しましょうか。で、ナイトで、ここをがっちり守るっていう感じにしたいので、重歩兵を、ソルジャーを250ぐらいにして、こっち、ナイトを、500ぐらいにしましょうか。これいいでしょ。頼れるなぁ。頼れるな、ここね。で、ここの城に攻めてくるゾンビの数を圧倒的に増やしていきたいと思います。で、実はね、もう用意してあるんだけども、このゾンビね、カスタマイズで足が遅いんですよ、ゾンビって。だから足だけを速くした、速足ゾンビくんを、こちらさっきは、このぐらいの数でしたけども、500人でしたけども、これを1500人にやりましょう。これね。さらにもうここの近いとこから始めると。1500人で、いやもう2000人ぐらいしとくか、2000人ぐらいしとこうか。ちなみに2万はこうになります。2万はどうだろうな、多分無理だと思う、今のこの武力では。2000人言うてもね。で、中世の騎士の人たちは、ホールドポジションしていただくと、まあ、US ソルジャーは自由に動いていいかなと思います。さあこれでいきましょう。果たしてこの城に住むキング、柏木ベルクラを
この騎士の人たちやソルジャーの人たちは守ることができるんでしょうか。いざ戦いの場が、決戦の場が開かれようとしています。さあ来た、階段にいる US ソルジャーたち、そしてゾンビは今まさにその神の階段を上がろうとしている。ソルジャーたちを頼んだぞ。そして上の方行くと、総勢500体のナイトが門の前で待ち受けている。そしてその上に鎮座するのは、座ってはいないが銃を構えている、勇敢なようで全然勇敢じゃないか、柏木ベルクラスでございます。さあ決戦スタート。上にもほら、これいい布陣だね、上にいるの。さあ5000体のゾンビと戦っていく。いや5000体じゃないの1500体ね。うん、早足ゾンビ対2000体か。あれ結構減ってるな、早足ゾンビ。ほらまさか2000体でも、うわーすげえな。なんでしょう、あのドラクエ3の発売日なんでしょうか。完全に人気タイトルのを求めてきている、これゲームの人気タイトルを求めている人たちですよ。さあ神の階段が血まみれになっているけども、上にいる、あもう上突破されてるやん。おっと、もうこっちまで来ているぞ。大丈夫か向こうの方は。ダメだ、死んでる死んでる、全滅してる。まだ1500体もいるのに。頑張れ、ここで頑張れ。ナイトたちよ、踏みとどまってくれ。あ、やばい、結構やっぱ死んでるな。足が速い分、やっぱりね、こう、ノロノロ来ないんで、力が分散しないんですよね。だから、ゾンビの足を速くするだけで、この急にアドバンテージが高くなるのね。あでもいけるかな。ちょっと早送りしてみましょうか。さあどういった風になるのか。我が、しもべたちよ頑張ってくれ。私は相変わらずすごいのかすごくないのか分かんないけど、この網目を縫って打てるのかっていう感じはするけどね。声が可愛い、なんかっていう声が可愛いね、これね。やばい、じわじわとじわじわとこれ来てるやん。あーまずいなこれ。あれからだいぶ経ちましたけども、ゾンビはね500体を切ろうとしています。こっちは207、いい勝負だ。後ろの方のゾンビ見てみましょうか。一番こう後ろのね、方がこちら、もう完全に放心状態のゾンビとかいます。これ絶対いるからね。働きアリとかでも必ず何アリかは働いてないアリがいますから。で働いてないアリを集めて、働いてないアリを除いて、働いてる、真面目に働いてるアリだけを同じケースに入れるとまた何アリか働かなくなるんで、そういう原理ですこれはね。そこまでバトルシミュレートしてると、さあゾンビが300体を切りそうだ。いやないと結構来てるぞ。ほら、あいけてるぞこれ。あもうここが破られそう、破られそうだな。でもあれだね、あとほら並ぶ、数字並ぶ、いけるいけるいける、数が拮抗するぞこれ。もうすぐ私に来た、私に来た、私に来た、物どもよ物どもよ、私に来てる。数が拮抗して、へ突破した、突破した、死んだ死んだ私死んだ。あとは頼んだあとは頼んだぞナイトよ。うん、いけたな、いけたなこれ多分。38、33対74、オッケーオッケー、24体あとゾンビが。そして私の部隊が66体で全滅。サボってるゾンビが3体ほどこっちにいるんで、それを倒しに行ってほしいなっていうのはあるんだけど、これ私がもう自ら操作してちょっと天地を下しに行きましょうか。 HP が500分の200になっていますけども、仕方ありません。おい何やってるこれやろ、うらよし、残り2体だ、残り2体か。これでこの街は平和になります。いい、今のバトルシミュレーターだったよね。1000体2000体とこの数だったら結構こう拮抗してたからね。うらっ死んだ
あ、でもゾンビが動き出したな。さて、もう一体私、こいつを操作していきましょうか。誰にだって何にだってなれる。さあ行くぜ。元気な騎士を扱って最後の一体を打ちのめしに行く。そしてこの混沌とした世界に平和が訪れ、私のボンキュボンの朝黒い嫁、朝黒い嫁って言うあれだけど、エキセントリック、エキゾチックな嫁と一緒にね、平和に街で暮らすんだ私は。死ねー、勝利しました。そんな感じでね、これね、すごい面白いでしょ。私めっちゃ面白いんですよこれ。うん、最後にね、あのこれだけじゃこの魅力が伝わんないので、ゾンビね、1万体にしときましょうか。いや、2万体ぐらいする？もうこうなったら。ゾンビ2万をここにぶつけていく。まあもうここでいいんじゃないかな。ゾンビ2万。で、ここのゾンビ2万に、さっきのこの舞台をやるけども、ここで、ゾンビ2万 VS、さらにナイトも、2万ぐらいです。1万5千とかにしましょうか。これね、 US アーミーとかもういらない気がするよ ね、 これね、この戦力になると大決戦になります。これね、 FPS めっちゃ落ち込むんで、あのもうガクガクなる恐れあるんで、そこら辺ねご了承ください。もしかしたら訪れとかも発生すると思うんでね、これ読み込みにも多少は時間がありますんで、1万ぐらいいくとね。さあ、ここの大決戦の場合に変わりきた、ゾンビ2万体 VS 騎士1万5000。もうよく分かんなくなってるよねこれね。なんだこれ、あのゾンビ整列しすぎててよく分かんないな。さあ、しょぼいな、ここしょぼいな。しょぼいけど行きたいと思います。スタート。おーおーおーおおお、行ってる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 、2万のゾンビが行っているぞ。うわー、すげえ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 な、おい。うわ、これはすげえな、おい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 。もうなんか上から見るとゾンビにも見えないな、人っぽく見えるな。米粒だな、ここを見ると。しかし戦況がすごいよくわかりますね、これ。あのじわじわと兵士がなぶり殺しにされてると。ただあの兵士が動かないようにしてるんだよねこれ。だから兵士も動くようにすればちょいいんじゃないかと。ちょっと兵士動かしましょうか。きちんと兵士を動かしてちゃんとバトルしてるところを見たいなっていう。だからホールドポジションじゃなくてこうアタック。もうこうなったらですね、この辺に、槍兵もちょっともう1万体ぐらい、騎馬兵がいるんですよ。そう、騎馬兵がいて、こう騎馬兵をやりましょうか。これにして騎馬兵にして、これを1万体こっちからね、騎馬兵もぶつかってくると、こんな感じかな。よし、こうやってね。これこれ第三勢力になるけどね、ちょっと勢力的には一緒にしましょうか。騎馬兵はチーム1と。で1万5000で、それに合わせてゾンビも、まあ、2万5000にはすると。でも3万ぐらいいくか、処理落ちしてもいいから 3万ぐらいいくか。これどうでしょう、どうなるんだろうか。合計 何人よこれ、やばいよね、大丈夫かな。さあ見てみましょう。あそこにとりあえず3万でしょ、3万のゾンビでしょ。で向こう側に騎馬兵が出てきました。こちらね、柏木ベルクラの方が、まあ、これ総勢2万4000人と。
すごいね、この騎馬兵のほら。いや、これは圧巻だぞ。さあ、行きたいと思います。ゴー。さあ、もうほら、馬が走ってた、走ってた、走ってた、走ってた。うわー、ぶつかっていくぞ。うわー、これほら、大混戦。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。よし、ちょっとここで、スクリーンショット撮っとこう。うわ、もうこのスケールのデカさを、表現できないわ。何なのこれ。このスケールのデカさですよ。うわ、すげえな。で、こっち側で見てみましょうか。で、ナイト。で、ここで、もう三つどもえ戦じゃない。三種の種族がね、混じり合ってる。ちょっとこれ。じわじわ、じわじわ言っているな。じわじわ、じわじわここから入っていってるけど。すごいね。こんな感じね。まあ、そんなわけでね、この勝利はどうなるかわかりませんけども、次回ね、またね、じっくりやっていきたいかなと思います。今回はね、サクッとこうやりたかったんでね。お？なんでここ開いてんだ？あ、騎士の中に US アーミーがいる感じか。じゃあ私はこの辺にいるのか。おそらく。この辺の騎士も暇だもんね。これ、もうよくわかんない、なんか。三色弁当みたいになってる。それでは、皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクでございました。お疲れ様です。そう。もうめんどくせえなーってなったら、爆弾を落として終わらせることができます。こちら。まあ、そんなわけで、お疲れ様でございました。皆さんの良きゲームライフ。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。